で今は、長野県ですね、天竜村にいます。天竜村の中心が役場のあたりから6キロぐらい手前ですね。県道、1号線、長野県の1号線です。静岡県の佐久間までが53キロってですんで、割と県境に近いところでもあります。天竜村ということで昔からちょっと気になってたんで、天竜村ちょっと行こうと思ってます。南信濃村とかね、昔の旧南信濃村の方へ、あの152号で諏訪湖からなんか高道を南下するときにも行ってたんですけど、下にあるんですよ、ちょうどね。だから天竜村っていうのがあるんですけど、遠いな。で、中心までが、はい、あと5キロぐらいか。まだこの道を下る感じです。若干下ってか感じかな、川だから今まだ結構高い方いるからさ、
場のあたりまでが3キロくらいですね。ちょっとして今椅子があったけど止めるとこありゃ来てんだけどさ、行くと南信濃の方ですね。で佐久間が右です。役場が右か、そこ右行ったところ
あとは警察官の仲裁所ね。村のね。村のあれは警察署はないのか。村の仲裁所か。見たら結構いい感じのものですね。集落全体を取れる。